ケストレルアイビー・ケストレルはロールスロイスが初めて鋳造でエンジンブロックを開発した700馬力の航空機エンジンであり、同社の後の方向性を決めた。ケストレルはカーチス D-12 を置き換えるものとして開発された。ロールスロイスの航空機用エンジンとして初めて鋳造のエンジンブロックを使用した。初期の設計ではクランクケースにシリンダーをねじ込む設計だったが、 アルミニウム製の一体の塊からシリンダーを機械加工で作る方法にした。それは単純で、組み立てやすく軽量で、新しい機械加工だけが断所だった。d 1 2は同時期のエンジンとしては強力で記録を更新した。ロールスロイスは生産を始めたばかりなので、英国企業以外は入手できなかった。ケストレルが蒸発冷却を使用していたことは優位だった。 水の沸点は通常の気圧では摂氏100度だが高度が上がると沸点が下がる。ケストレルは加圧装置を搭載して沸点を摂氏150度に保った。1927年に初めて生産されたエンジンは450馬力だった。間もなく改良された IB 型は525馬力になった。やがて徐々に改良されて1935年にザビ。 型では745馬力に達した。1935年、メッサーシミット BF-109 の試作機に搭載され、試験飛行に供された。1930年代以末には、億単価の高い航空燃料が入手できるようになり、ノッキングから解放された。1940年には、XXX 型が1050馬力を発揮した。形式、駅霊。 V 型12気筒ロールズロイス、A センチュリーオブイノベーション。ありがとうございます。